劇団 CBC 第一期生、栗谷敏夫は、同局のアナウンサーとして活躍した。中部日本放送放送劇団は、かつて存在した、日本の劇団である。通称劇団 CBC。中部日本放送が開局にあたり結成、1951年9月1日、日本初の民間放送として、ラジオ放送の際も含め、同局の黎明期に、 大きな役割を果たした。団員の身分は社員があるいは社員に準じたものであった。アナウンサーのほか、多く俳優、声優を輩出した。1950年12月15日、中部日本放送が設立され、NHK 以外の民間放送局によるラジオ放送の準備に入るにあたり、同劇団を結成、その団員の募集を行った。 1> 第1期生として採用されたのは、NHK 東京放送劇団出身の大村、一平、NHK 長野放送劇団出身の竜優、今泉博士、後に同局のアナウンサーに転校した、栗谷俊夫、女優として活動した、井川の子、中村かな子らがいた。第1期生の採用は一律ではなく、翌1951年に採用された者も,もいたが、 裏の光のように第一期採用に不合格し、本放送開始後の1952年4月に第二期生として採用されたものもあった。1951年9月1日、同局がラジオ放送を開始、当日、同劇団は放送劇、忘れ物や愛の贈り物のほか、日本初の民間放送開始当日のプログラムの様々な番組に関わった。 第2期の採用は前日の通り1952年春に行われ、浦野のほか、バンダイ・ヤススケが採用されたことが分かっている。採用試験や研修生時期の研修内容の詳細は、第3期について明らかにされている。1953年4月に採用された第3期生は、同年7月入団、4年在籍して、後に劇団聖杯に移籍した、宮田カズ 中山民夫の名で在籍していた高田隆二、俳優、演出家として活動する船木敦氏セリコウ高氏の名で在籍しの地に詩人として活動する長谷川隆氏、女優として活動した松川霞森高子、伊藤恵子、松原実の子ともこらがいた。1956年12月1日、同局がテレビ放送を開始、 第四期生は1958年5月に採用され、後に著名な声優になった中井真嗣、この島愛子はこの時入団している。第五期生は1960年4月に採用され、後に著名な声優になった滝雅や増岡博はこの時入団している。1997年、同局に在籍する最後の団員であった第四期生の鎌田義三郎が、 定年退職することによって自然消滅した。飯塚カエリジンの作成した資料による一覧である。第1期、第2期、第3期、第4期、第5期。ありがとうございます。